皆さんおはようございます。はるです。今日はアテネ国立公園ナショナルパークに行ってみようと思います。もうなぜか目がすごいかぶれてきちゃって、わかりますかね、腫れてきちゃって、このあたり時差で寝たり寝なかったり起きたり起きなかったりしてるんで、多分それかなって思います。ちょっとメイクはここだけ薄めにしてみました。ではどんなところか行ってみようと思います。では国立公園やってきました。ここが入り口だと思うので行ってみようと思います。昼間暑いのでキオスクでお水買いました。1ユーロなので100円ちょっとくらいです。安い、ちょっとチューチューするやつかな。すごいショップがたくさんありますね。多分マーケットやってるんでしょうけど、ほぼ開いてないですね。あ、でも本は売ってる。絵本だな。これ全部開いてたら楽しそうですね。なんか亀がめっちゃいます、この池。一応飲み水もあるみたいですね。多分ここを押して出るタイプかなと思います。なんかすごい顔して魚の口に指突っ込んでる。何の銅像なんやろこれ。すごい宮殿が出てきました。なんかこの山肌とかすごくないですか。でっかい萩山。めっちゃ綺麗。なんかシャワシャワした水なんで、これでシャワー浴びたらめっちゃ気持ちよさそうですね。多分ここが公園の中心だと思います。でこの噴水さっきまで全然動いてなかったんですよ。今いきなり動き出したんで、なんかちょっと休憩挟まなきゃ頑張れないタイプみたいです。ちょっとタイミング見ながら見てみてください。めっちゃ綺麗。髪の毛ボサボサすぎてびっくりした。あ、終わりました。こんな感じです。休憩挟みます。見てください、これ何やと思いますか。これね、ゴミ箱。すごいですね、電柱やと思った。皆さんこれゴミ箱です。ペットボトルあったらこの中入れてください。なんかこういうゴミ箱もあるらしいですね。なんか不思議。強いですね、今。今、夕方の7時ぐらいなんですけど、全然明るいですよね。昼間に来ようかめっちゃ悩んだんですけど、あ、寒っ。昼めちゃめちゃ暑いんですよ。ドバイほどは行かないんですけど。でも、キオスクでお水すぐ買えるので、そこは嬉しい。あ、ゴミ捨て場もめちゃめちゃあるんですよ、ギリシャって。そこが嬉しいですね。日本とかってゴミ箱がないとことかあったりすると、カンカンとかペットボトルずっと持ってたりするじゃないですか。あれがないんでめっちゃ嬉しいです。あとゴミの分別とかもそんなにないらしいですね。全部こうみんな一緒に捨ててる感じでした。こうなんと公園から映画を見に行けるらしいです。あ、すごいマダムがいますね。わー、面白そう。ここがレイク、池って名前の池らしいです。ここになんかアヒル、ガチョウ、なんだっけこれ、なんか白と黒のアヒルか、白と黒のアヒルってめちゃめちゃ珍しいですね。なんか人がかりができてるんで行ってみようと思います。そうですね、なんかいるのかな。めっちゃ、あ、めっちゃ髪の毛。
結婚式の撮影、あ、家族写真撮ってますね。素敵。結構ギリシャは渋滞がひどいですね。ウーバーを呼んでも5分って書いてても普通に10分超えてきたりします。幅めっちゃ広いですね。でこの道の真ん中はあれかな、あのメトロが通ってるらしいです。ちょっと乗ってみたいんですけど、密度がすごすぎて、メトロの中のちょっと最近乗るか乗らないかすごい悩んでます。ここが、ナショナルパーク国立公園前のレストラン街になるそうです。もう電気がついてて可愛いですね。すごい、建物この中めっちゃ綺麗。ここレストランみたいですね。めちゃくちゃ綺麗です。うわー、バスの上に電線通ってますね。電気バスみたいな感じなんかな。日本料理屋さんがありました。バードマン、ジャパニーズパブ&グリル、どんなとこなんやろ。日本人は働いてないですね。ドシラックかな、ジャパニーズ寿司焼きそばって書いてるけど、韓国日本料理って書いてますね。アジア料理かな。なんかメニュー的には、あ、お寿司もあるし、とんかつ、何やったっけこれ、春雨お寿司、お、焼き鳥もある。あいなかに寿司挟んできますね。あ、やっぱ韓国と日本料理って感じだ。結構どこも満席なんですけど、ここ結構空いてますね。あんま美味しくないんかな。ゴミ収集車こんな感じです。ゴミ収集車のお兄さん、ごめん、ワイルドですね。僕が、音楽がいろんなところで鳴っててすごい素敵ですね。結構ショッピング
できるところとかが多いので、また空いてる時昼間に行きたいなって思います。明日来ようかな。今日の予定は動画を編集して公園を歩いて晩ご飯食べて帰ろうと思ったら、まさかのこんなおしゃれなとこに来ると思わなくって、なんかもうちょっとメイクとかしてくればよかったな。髪ボサボサやし、なんか女の子したくなるわこんな街に来たら。ずっと水持ってるしこんな誰もおらんよ1リットルの水持って歩いてる人、恥ずかしい。見てください、この H&M 建物がめっちゃすごい。ちょっと高級ブランドに見えてくる。これ焼きとうもろこし屋さんと焼き栗屋さんがある。あとなんか風車も売ってる。ちょっと日本感じたいな。横断歩道がないですね。下に白い線があるはずなんですけどないです。なんか大きい宮殿みたいなのが出てきたので見に行ってみようと思います。こんな感じで目の前の公園はいろんな人が座って談笑してますね。うわー、通気性良さそう。大変やな。あ、この国にも数は少ないんですけど、お家がない方 2,3 人いました、公園とかに。あ、すごい、こっから空港とかも行けるんですね。本当みんな顔面が綺麗。人がすごいな。綺麗なホテルがあります。ホテルグランドブレタグネ、わかんない最後まで見ていただいてありがとうございました。次回はアテネの商店街でショッピングをした後にマクドナルドでご飯を食べていこうと思います。この動画少しでも良かったよって方はいいねとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。